世田谷養蜂犬クラブ。こんばんは、世田谷美容冒険クラブ。この番組は三軒茶屋キャロットタワー26階 FM 世田谷スタジオキャロットで公開収録です。超美容健康オカルトおもろいこと大好きなバラエティ番組です。お相手は美容冒険家のマスクド J とアシスタントの笹倉千尋と菅沼真由です。吉野愛奈です。真由と愛奈で真由愛奈です。よろしくお願いします。お願いします。お疲れ様でした。もうお二人は名古屋まで、はい、日帰りで行ってきて行きました。どうでした名古屋の手応えは。フォロワー増えました。お、素晴らしい。そう、実は自分も行ったんですけどちょっと風邪気味だったんで接したり、なんかね次の日もライブだったんで、だからなんかもう接しないのですれ違い通信でしたよね。もうさっと向こうのちょっと主催者にご挨拶して、はい、浜名湖で餃子を食べました。帰りサービスエリアで美味しい唐揚げも、ね、そう、いい写真も撮れたし、あ、よかった。天気もね良かったし、ね、ジェスは私たちより早く、ね、行かれてたんですけど、めちゃめちゃ着いたのが遅かったみたいで帰ったのが帰るのが遅かった聞いて、なぜ家に着いたのが遅かった、え、あ、だからって言ってませんでした。あれ17時とかって言ってました。あ、そうそう、だから寄ってたから、あのその浜名湖寄ったりと、うん、新東名の子なんかねちょっと早いんだよ、距離が短くて、それだけで多分3、40分違うみたいな。あと名古屋で帰る前にちょっとアスタジング寄ってきたから、そうです、それでね、遅くなったんですよね。それですね、締めんたらですね、しっかり毎日してるじゃないですか。病み上がりじゃなかったの。ちょちょ、病み上がりなんだけど、病み上がりなんだけど、一応病み上がりなんだけど、いや、じゃあ向こうの主催者とちょっとご挨拶するだけはしときたいなと思って。まあ、いいや、うん、進めましょう。無事みんな帰ってきたからいいや、うん、また行けますように、はい、そうですね、 ね、また報告お願いします、はい、美容パラレルワールド。美容パラレルワールドのコーナーです。さあ今日はゲストがいらっしゃってます。はい、ご紹介しましょう。夢職人の社長であるね、辻社長です。そのままやんっていうね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。すみません、辻、はい、辻陽平と申します。辻陽平さん、いらっしゃいませ、はい、いらっしゃいませ、辻社長はですね、もう今箕面市の方にね、はい、会社があるんですけども、もう箕面の、もう世界に日本を代表する会社としてね、結構海外の方でも展示会に出されたりすごい、はい、あの箕面といってもね、わからないんじゃないかなと思います。そうですね、読めない感じの、大阪の北部でよく、はい、あの箕輪の箕輪、はい、あれにあの麺とかお麺の麺とか箕輪おっても、ちょっと読むのが難しいかな、はい、初めて見た人は箕輪面とか言うんですけど、あの箕輪でございます。はい、さあでね、あの何の、ね、会社かというとですね、はい、もう知ってる方も知っていらっしゃると思うんですけど、みそかという歯ブラシを、はいはい、開発されて発売されている、はい、社長さんで、はい、実はもう辻社長が会社を起こす前からの知り合いで、そうなんです。そう、気づいたら十何年ですよね。ね、はい、そんな人の前でまさか覆面かぶって複雑な心境。ちょっとなんかちょっと、いつもテンションが違う感じで、はい、そうなんですよね。はい、確かにそうですよね。でもね、このみそかっていうのは本当にあの高級歯ブラシとしてね、はい、あの初めて誕生して、まあ、当時高すぎるとかいろいろあったんですけど、もう今やもう世界に海外にも販売されてるから、ひどかったですよ。もう誹謗中傷の限りを見ました、はい、海外でですか。いえいえ、あの国内で、ぼったくりだとか、関西ですから、まあ大阪弁で言うとね、1000円何考えてんねんお前詐欺師かと、はい、言いそうですね。いわゆるぼったくりだと言われまして、本当大変でした。それがですよ、はい、実はうちの母が10年前にもう歯ブラシを、そうです、ありがとうございます。すごい、うちの母がもう友達からずっともらってて、はい、実はもうかなり前からあの使っておりまして、ありがとうございます。お会いしたかったんです。いや、もう嬉しいな、はい、はい、もう思い残すことないです。ありがとうございました。メッセージがあって、いや1000円ちょっと高いなと言ってますよ、はい、言ってますよ、はい、でもやっぱり使い心地が全然違うので、あの今日とにかくね、もう美容番組の美容コーナーなんで、はい、でも歯ブラシのことね、はい、やっぱりちょっと辻社長からちょっと解説いただいてですね、はい、そうですね、あの歯ブラシってね、皆さん、はい、あの
まあ何でもいいやということで、だいたい90円から200円ぐらいのものをね、そのあたりスーパーとかで買われると思うんですけれども、何のために磨いてるんでしょう。はい、じゃあアイラさんテストみたいな。歯の健康のためですよね。お、じゃあマユさん、食事とか虫歯にならないように。虫歯になったことないです。あります、ありません。ないですか。矯正、まあ、してるから、はい、あ、しょっちゅう歯医者さんに行かれてだったかもしれないですね。あのほとんどの方がね、ちゃんと歯を磨いてるのに虫歯になると、うんうん、これなんでだと思います。結構殺菌剤の入った歯磨き粉とか使ってるじゃないですか。そうですね。なのに虫歯になると。これ僕、まあ、メーカーさんに怒られるんであれですけど、よくふざけてね、お客様とその掛け合いした時にお話しするんですけど、うん、いや殺菌剤の入った歯磨き粉で使って歯を磨くのに虫歯になったら俺殺菌してないじゃないですかと。確かに。これどうして歯磨き粉メーカー訴えないんですかって言ったらね、皆さん日本の方は従順だから、いや歯磨き磨き残しがあるからですと。本当その通りでして、実は磨き残しがなかったら虫歯なれないんですよ。あ、本当にそうなんですね、はい、うん、皆さん虫歯になるって結構簡単に考えてられるでしょ。歯の表面に虫歯菌がついて、うんうんうん、でバイオフィルムになってこう、うん、取れないように、まあ、歯石とかになってそこにいるわけですよね、うん、で甘いものを食べて栄養素を与えて、うん、で菌がわーいって言って酸を吐き出して歯を溶かすんですね。これで虫歯なんですよね。それまでの間に歯を磨けば虫歯菌そこにいないんで、基本的に虫歯になるって難しいんですよ、うん、なんですけど簡単に虫歯になっちゃうと、うん、あら、そこを追求するのはみそかです。ほう、はい、さあ、みそかの特徴についてね、ここでちょっと解説いただきたいんですけど、はい、実は皆さん、みそかって見たことも聞いたこともないって方多いと思うんですよね。まあ店頭で見たことあるぐらいの方多いかもしれないです。使い方ね、実はわからない方が多くて、うん、水に毛先をつけていただいて、うん、あとはいつも通り磨くんです、うん、歯磨きを使わない、使わない、ね、で、そうするとね、いつも通り磨いていただいたら、磨いた後舌で舐めていただくと歯がツルツルに、うん、ツルツルでした、うん、なるんです、うん、ただこれで終わっていただくと結構ね、味噌化を作ってる人間からするとちょっと残念。あら、何が残念なんですか。ツルツルしてるかしてないかというところ、細かく歯で歯の表面を舌で舐めていただきたいんです、うん、そうすると必ず、いやいや味噌化5年使ってるしっていう方もですね、ザラザラのとこがあるんですよ、うん、磨き残しなんです、そこ。じゃあそこが虫歯になる。そうなんです。だからどんなにうまい方もね、歯科衛生士さんにもやってもらったんですけど、磨き残しあるんですよ。でそれを自分で気がついて100点満点の歯磨きに近づけば虫歯になりにくいですよね。そうやって使っていただきたいんですよ。そういうツールだと思っていただくと。じゃあツルツルして、あ、満足、綺麗になった、はい、気持ちいい、じゃあダメなんですね。ちょっと待てよ、ここザラザラやね、そこだけ磨いていただくとそこもツルツルに変わる。それをなぜツルツルになるかっていうね、はい、そのことのメカニズムをちょっと教えていただきたい。そうですね、なんか変な薬使ってるんじゃないかとかこれ先が紙やすりになってて歯削ってるやろとかそれはもうむちゃくちゃ言われてでしょ。あ、ありがとうございます。私も使ってます。ありがとうございます。実はあれはね、皆さん晴れた日に河原に行かれて、岩の上、石の上歩いて行かれると別に滑らないですよね、うん、雨の日行かれるとどうですか、つるんと、うん、危ない。あんな感じで、実はみそかで歯を磨くと歯の表面に水が覆った状態になるんです。これ浸水性って言います、うん、皆さんのお家ですとトイレとかお風呂がそういう加工されてます、うん、僕ら世代のね、人間は、うん、お風呂洗っときなさいってお母さんに言われてですね、うん、だいたい家の手伝いではそれだったんです。今ね、ちゃーっと水かけたら綺麗になるんですよ。あれはその加工してあるから、うん、汚れが落ちちゃうんですね。で、磨けてないところは実はそうやって水が乗っかってない状態なので、歯で舌で舐めていただくとザラついて感じる。なので全体に磨いていただくと全体に水が覆った状態になるのでツルツルして感じる。なんでカラオケでいうと100点満点に近づくということなんですね。やっぱり関西の方っておしゃべりが上手なんですね。すごい。関西人は誰連れてきてもこれぐらい話します。はい、恐ろしい。やめて、ちょっと関西人のハードル上げちゃいましたね。でも本当これを商品はね、やっぱり画期的だったのが、まあそれでツルツルになるだけじゃなくてね、その水の膜が結局汚れをつきにくくするガードをするっていう役目もあるから、はい、
本当のところを言うと実は皆さん汚れ落とすために歯磨いてますよね。僕らは違います。これから汚れにくくなるために磨く。根本的に違う考え方なん で、 でこれをね100円のものと1000円のものを比べられるとちょっと違うんですよね、うん、これもしねあのダメだったらカットするんで、はい、あの言ってもらえばいいんですけど、もともとこれ歯ブラシだけではなくてこのその要はその汚れがつきにくくするっていう、はい、そのなんていうんですか、皮膜の方でね、はい、使う応用するっていうところでコーティング技術、コーティング技術なんですよね、はい、なんでもともとね、うん、僕がこれ開発した頃ってプリウスができた頃、うん、初期型のやつ、うん、ちょっと今みたいにこうシャープじゃない感じの、うん、あの時にあこれからはこういうエコの時代だと思ったんですね。でちょうどですね水をねお金を出して買うような時代背景、六甲の美味しい水とかがね、うん、流行ってきて、うん、それまでは水をお金で買うとかってちょっと微妙だったんですけど、うん、みんなが水を買うような時代になってきて、うん、その時にね僕、うん、ミネラルってなんか体にいいかもって、うん、なんとなく思ったんですよ、うん、で全然知識なかったんですけど、うん、ミネラルで車をなんか綺麗にしたいって思って、うん、で車すごい好きなんで、あ、そうなんですか。で研究してミネラルで車をコーティングできる技術を開発したのが元々のベースの、だから本当はその車だけじゃなくてね、はい、あのビルとかの窓で、はい、外からだと掃除しにくいからそこに吹きつけてコーティングするとか、はい、いろんなアイデアね、はい、やって、はい、あったんですよね。でもともと歯ブラシを作り続けたっていうわけではなかったんですね、はい、あのね車に営業したんですよ。そうすると誰も話聞いてくれなくて、お前車いくらするのか分かってるかと言われましてね、いやあの高いですよね、いやわけわかんない液体つけられないからとかって、あ、そうなんですね、はい、言われましてすごいへこんで、手当たり次第にコーティングしたんですよ。で最初にアイデアが出たのがお風呂、うーんでね、女性の方はやっぱりお風呂のクリーニングする方多いじゃないですか。そうですね、でそれがちょっとでも楽になったらいいなと思って、ただね僕本当に何百万件で家があるのに一個一個ピンポン押してですね、あのお宅を伺ってコーティングしてもらってちょっと微妙だなと思ったん で、 でその時にアイデアが出たのが、あのお風呂洗うブラシあるじゃないですか、あれにコーティングして関節キスみたいに皆さんご自宅でコーティングしてもらったらどうかなと思ったのが始まり で、 でそこがでブラシに発想に行ったんですよ。でお風呂入っててねこれだと思ったんですけど、そのブラシの僕の家の下にですね、あの100円銀ズの会社のですねお風呂洗剤があったんですよ。これには勝てないなと思って、100円でできるんだったらまあいいんじゃないのって思うじゃないですか。なんでまあお風呂ダメだなと思ってお風呂から出て自分で歯を磨いててこれだと思ってブラシだと、で歯ブラシにアイデアが変わったんですよ。そしたらもう今やね、本当国内日本を飛び出してもう世界中で販売されてますからね、はあ、もうおかげさまで中東の王様まで使っていただいております。そうなんですね、はい、まあ、そういう感じでね、もう歯ブラシ一つでその汚れを取るだけじゃなくて、ね、はい、コーティングしてね汚れをつきにくくする。だからちょっとねお恥ずかしい話、使った後にあのおネギがどうやらついていたようで、はい、あの歯ブラシにあおネギだわと思って水の中でこうコップでシャシャってしたらスルンとおネギが取れたんですね。だからそうそう、おーすごいと思ってという可愛いことがあります。おネギエピソードありがたいですね。ユーザーの声っていう感じで、おはゆさんの声、おネギがスルンでございました。おネギがスルン、ユーザーズボイス最高です。お恥ずかしい。じゃあおネギがスルリというところで、はい、ということでね、じゃあ今日歯ブラシも、はい、歯ブラシについてのお話、あの夢職人の辻さんに、はい、そうですね、お話を伺いましたが、はい、まだまだね、はい、来週も続きがあります、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。癒しでコンシェルジュ。このコーナーは手技セラピスト協会の提供でお送りしています。頭蓋骨と頭皮の間に血管とか大事な血管、動脈とかも、ね、走ってます。特にこめかみのところとかは、うん、側頭筋というところに血管、大きな 動脈の、ね、血管が通ってます。こういうところが、ね、やっぱり張ってきたりして圧迫で頭痛が起きたりとかする場合もあるし、頭が重いという方もいらっしゃいます。そういうところにいきなり水でザバーってやっちゃうと余計頭クラクラ痛くなったりする場合もあるので、少しずつね、温かいシャワーとかで柔らかくして収縮させてあげると。何でもかんでも収縮させるために冷やせばいいってもんでもないので、うん、まあ、そのお風呂の他になんかそのマッサージ的なっていうか、その自分でセルフケア的にやれることって他に何かありますか？
これですね、よくあの東洋の方でもあるんですけど、胸のところ、あの溝落ちありますよね、はいはい、この辺りが太陽神経層、太陽神経層というところの、はい、あの経絡の流れであって、この辺りが自律神経のね、司ってくれたりします。だよくね、ここが冷たい方、自分でも触ってみるときに、あ、この辺冷たくないかなとか、あとまあ左右でね、内臓の疲れも出てくるんですけども、この辺りが冷たい方です。この辺ってまたラジオで言ってますけど、ちょうど胸の下ですか、うんうん、だから汗かくんです。冷たいから他は暑くて、だから温度差で他汗かく。あと心臓のあたりってことですね。でここのところをちょっとさするとか、さすってあげたりとか、オイルでね、トリートメントで、ね、温めてあげるとかね、してあげるといいですよね。下腹ももちろん温めながらこうマッサージしてあげるといいのかなと思います。だそういうところまずやってほしいですね。あとはまあ皆さん動かれてるから、足の裏、足のツボいろいろあるかもしれないけども、まずはあの親指の付け根のところ、はい、足の親指の付け根のところの外側が母趾外転筋っていう筋肉があるんですけども、そこが結局踏みしめたりとか方向転換数よく使われてるところで、だからこれが発達してないと外反母趾になったりとかねしちゃいますし、でそこから土踏まつのところがあの膀胱系とかね副腎とかもあるから、あのまあ反射区的にもいいんですけども、その親指の付け根の外側から母趾外転筋から土踏まつのところが筋膜リリース的な考えで、そこもねあのクリームとかでもいいからオイルでもいいので、あのよくこすりながら柔らかくしてあげる、親指をしてあげると立った時の体のバランス、肩こりとかも楽になってきちゃうし、実はヒップラインも上がるんですよ。いいです、ちょっと気になるそれは、うん、ヒップラインが上がるってことは骨盤が締まって上がるから腸は上に上がるし、女性の方だと骨盤底筋というものが締まってくるので、まあ、ちょっとあの下の話になってしまいますけど、尿漏れとかあと月経不順とかそういうものの解消の予防にもなるので、何も足の裏がね、万能に効くってわけじゃなくて、そういうあの肉体的な、ね、あの構造の形でもそういうふうに実はできているので、骨格的筋肉的にもそういうところやった方がいいよと言われてます。だテレビ見ながらでもね、できるし、届かない人は股関節硬いからあぐらのストレッチやってください。もうそれもいい指針になるから。さあ、怪しいことが大好きなのコーナーです。なんとね、あの取材をされてき、体験取材をされてきた。いやいや、取材はしてないです。今日はもう宮熊さんメインのコーナーですよ、やっぱり。で、何さっきの話をもう一回言ってください。あ、ですね、はい、とある方に紹介されて、はい、まあ、スピリチュアルな整体師の方に会ったんですね、はい、すごい方なんですよ、この方がまたほう、まあ、知る人ぞ知るなのかもしれないですけど、で一番衝撃的だったのが、自分の過去生、はい、まあ、前世の前ですね、はいはい、の一つで、はい、空海のお弟子さんだった時期があると、はい、出ました。また空海ですか、はい、でその弟子入りするときに、まあ、弟子入りしたいと言ったときに、周りのいろんな方の協力で弟子になることが叶ったんですって。でもその空海のもとに行くには、当時一緒に暮らしていた女性がいたそうなんですね、はい、うん、でこの女性をとお別れしていかなきゃいけなかったそうなんですよ、うん、で後ろ髪を引かれながら行ったんですけど、うん、まあ、行ってもその女性のことがずっと気になりながら心配をしてたんですね、うん、まあ、もう大丈夫だろうかと、うん、でそうなりながら離れ離れで、まあ、人生を終えるという、うん、でなんかあれでしょ、そのもう一回空海に高野山に行った方がいいって言われたの。それで その話の前に最初に高野山に行った方がいいですよ、ぜひ行かれてくださいって話になったんですよね、うん、高野山は空海が開いた場所ですよね、うん、そのっていうところで、よくよく考えると幼稚園がね、真言宗、要は空海ゆかりの幼稚園なんですよね。ほら、不思議なことに、うん、そうなんですよ、まあ、空海先生は要はでもね、生きておられますから、促進成仏という形で今も生きられたから、毎日食事を与えてるから、ね、持ってってからね、高野山では、うん、だからね、先生お久しぶりって、本当です、うん、そうです、再会できるチャンス、もう近いうちに行った方がいいですよ、うん、いや、そうに言われたんですよ、実はこれあるかね、前はこの間も話したんですよ、宮久保さんと、美容の方はちょっと取材いろいろやり始めてるけど、こっちの怪しいことの取材全然できてないねって話をして一回ね、しなきゃいけないところが面白い、一回そのさ、このね、メアオフ堂っていうのが三茶にあるんですよ。でこれ五不動様って言って、黒、赤、
白、黄色、緑っていう、それでここの江戸を結界張ってるって説があって、そのメアオフの山頂になってね、そこ見に行こうってね行ったら夜でね真っ暗で閉まってて入れなかったんですよ。そうそうそう、だから目白とかあの目黒不動尊なんか有名だけど、あれも全部不動様の名前 でこの不動様系はねもう基本的にはあの空海さんなんで、うん、面白いね。高野山行きますか。そうなんです、取材令和の時代になって高野山行きたいですね。これはちょっと行った方がいいと思います。いろいろと心当たりがやっぱあるんですよね、そう言われて考えると。でもそういうつながりがあったなんてまたね、うん、やっぱりご縁ですね。これもそうです、ね、空海は陽明をマナといって魚って字が入るんですよ。あ、そうなんですか。で魚っていうのは実はキリストの方のシンボルって言われてて、だからここもキリスト教とつながってるんじゃないか説があって、で彼があの実際に中国に渡ってわずか2年で若造がいきなり来て何千人っていうお弟子さんがいるところを空海がお経を全部もらって帰ってきたっていう。だから怪しいね、それだけだからすごいちょっと別格なんですよねこの人は。空海だけ別格で、どうも空海はだからそういった意味では景況系とかも全部分かってって言ったんじゃないかって話 でこの人もだからもうその日英同祖論的な話でいうと神道ともうあの仏教もそのキリスト教も全部一つだったことを見抜いてたんじゃないかってことで、神仏集合っていうのをもともとやったのは空海って説があるんですよ。それが明治政府になってからお寺と神社をこう分けてっていう風になったけど、多分昔はお寺も神社も一緒になってて、それを全部進めたのは空海だって説があって、怪しい空海は怪しいです、ね、面白い、ね、で今も生きてんだから。高野山にその行ったら、うん、そこでもしかしたら後ろ髪引かれてたその女性と会うかもしれない。もしかしたらそういう出会い、なんかどんな人の出会いがあるかも分からないんで、ちょっと私がドキドキしてます。確かにそうです、ね、心情考えるとちょっと涙なくした考え、あのね、聞けなかったなみたいな。お前話なんか、なんかね、そういうとこ行くとね、変な出会いがあるかの可能性は非常にありますから、ね、前ほらこの神社行った時に、はい、その 奥宮の真内神社に行って、でそこでお参りしてこう降りてきたら土砂降りだったんです。ドワーッと急に夕立になって、で自分はそこ近くのところにあのレンタカー借りてたんで、そこに入ったら女の人がもうびしょびしょになりながら、だからそこのお水を持った人が来て、でまあ濡れちゃうからどうぞ、もしあれだったら近くまでっつってこう入れてあげたんですけど、でどうもっつって、でその人からあのお水もいただいて、なおかつそのこの神社では普段あの表に売ってない実はお守りがあるんですよっていう情報もいただいて、はい、なおかつその方のお名前が自分の本名の名前と一緒だったっていう。怪しいよねって。であの辺の地域も実はそういう名前なんですよ、元々の名前が。だからね、結構なんかねそういう出会いがある可能性があるんで、引き寄せ合い合うというか、だって幼稚園もそうだったしね、うん、その卒園式にもらったお数珠があるんですよ、うん、その中で玉の一個にお大師さんがこう覗くと見えるっていうね、うん、あ、はいはい、それ空海ですよね、うん、お大師さんっていうか、うん、それで、ね、あの実家から持ってきてて、今もだから家にあるんですよ、ずっとだから40年ぐらいも肌身離さずみたいな。それを持ってね、行ったら、うん、高野山に行かれてください、空海ゆかりの方ですって言われた時点で、その時気がつかなかったんですけど、家に帰って考えたら、あの人すごいなみたいになっちゃって、あ、空海は俺本当面白いですよ。なぜ空海が急に、あれはまさに絶対はね、ヤタガラスだっつ、もともと英才が、英才だよね、臨済宗ね、うん、であの人が本当に優秀で、はい、それで中国に一応渡ったわけ、渡るんだけど、うん、空海なんて全然そんな候補生もなんともなかったのが、いきなりその国から派遣する、うん、あの留学生にいきなり入れて、で行った途端にそれも全部のお経をもらって帰ってくるなんて、怪しいね。そうですよね、子供の頃からなんかで、ね、お経あったんですよね、その 空海ゆかりの地、簡単なものからあの、まあ、10句ぐらいのやつとか、うん、で全国暗記してる可能性があるからね、うん、だから、川崎大師とかね、ああいうのも全部空海だし、不動産関係も全部空海だし、でどうもそれはやっぱり水を探したプラス、あと水銀を探したんじゃないかっていうか、鉱脈を探したんじゃないかって説もあって、うん、結構空海は、ね、いろんな伝説があるから、温泉をいっぱいこう開口して開いたっていう方ですよね、うん、そうそうそう、まあ、あとかぐや姫の原作者は空海じゃないか説もあるしね、うん、日本最古の、日本じゃ世界最古の、そうやって考えると人間多分過去性知るには、自分の人生振り返ると割と幼い頃からあーって思うことがあるんだなと思いました。ちなみにあの田畑千佳子がですね、インド先生術を学び出したらしいんで、うん、あれで前世をなんか調べることができるらしいんで、ぜひ今度見ていただいて、空海の弟子かどうか、あれから返事来ないよね。
そういや、いや驚愕の事実が、あのグループライン作って送ってるんですけど、なんか学校が終わるまで時間かかるから、習ってる最中だから始めたばっかだから、 それでいろいろ学んだらちょっと待っててって言われ送りますって言われました。まあ何年後か後にそれはきっちり学んだ上で見ていただきましょう。楽しみです。ワクワクドキドキワクいやでも本当早急にちょっと宮熊さんのその取材レポートを、はい、うん、まあ近いうち行きますよ、だから、ね、はい、お願いしますよ。行ってきますね。お待ちしております。現地から電話でつなぐかもしれないですけど、あ、全然わかんないですけど、誰がディレクターやるねんって感じだけど、現地取材、収録日帰ってこないですよ。何かがあって、何かディレクターさん教えてもらった、あのボタン操作とか、なんでディレクターいねえんだ。取材行っちゃったの。ねえ、いやちょっと私もちょっと今夜空海に思いを馳せて寝ようかしら。ごめんなさい、え、私もゆかりあの、そうなの、親族ほらみんな、あ、マジでだから言ったんですよ、真言宗の今日ほとんど家、そうだよ、え、どうしてちょっと鳥肌が、そう言ったじゃないですか。あら、ここじゃない、ここじゃないの、あ、でも会ってないって言われたから、出会ってないって言われて、友達、いやいや、親戚、親戚独身いる。親戚だね。でもいずれにしろなんかちょっとご縁な気はするね、それ。そうですね、確かに空海はね、そうだ、これ面白い、うん、すいません、面白い、怪しい、いや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 、せっかくそういう体験をね、そんなスピリチュアルな体験をして、いずれのまた折り目でその方にみんな見てもらえるようにね、手配しますんで、すごいいい方ですよ。あ、はい、よろしくお願いします。お待ちしております、はい、以上、怪しいことが大好きのコーナーでした。手を合わせて見つめるだけで、あ、さあエンディングです、はい、いやこれ、ね、取材ったらね、今回本当にスピリチュアル系の方の取材もなんか入りそうな感じなんでね、うん、そうですね、まあ、宮熊さんに期待なんですけど、そうですね、でもね、江戸も結構たくさんあるから面白いんだよ、江戸とか東京もパワースポットたくさんあるんで、行きたいですね、怪しいところたくさんあるんで、あ、全国でね、そうですね、はい、ぜひ江戸も満喫してほしいなと思うんですけど、はい、はい、それでは今日もこの世界を聞きながらお別れです。ここまではマスクドジェイと笹倉千尋とマユアイナの菅沼真由と吉田愛菜でした。また来週、バイバイ、バイバイ。